マムラです。今日はね、意外と話してるようで話してなかったロンダート、バク転、宙返り、これの感覚についてね、自分なりの感覚を話していきたいなと思います。まあ、結論から言ってしまいますと、ただただやって慣れるっていうことに尽きるんですけど、それだけだとね、ちょっと雑かなっていうふうに思いますんで、自分のその細かい感覚、やり方っていうところをちょっと補足しながらね、話していきたいなと思います。まずロンダートからのバク転、これになりましょうっていうことなんですね。ロンダートからバク転っていうのは、ただただこう前にこうビュンビュンビュンっていくような感じですよね。言ったら後ろ後ろ後ろ、ロンダーと後ろでバク転で後ろじゃないですか。で、手をつくまではそれでいいんですよ。で、手ついてからこのね、宙返りに行くバク転っていうのは、体を起こしすぎちゃったらダメなんですよ。次バク転に行くような感じで、こういう風に起こしすぎちゃダメなんですよ。なぜなら宙返りが流されてしまうから。だからどうしなきゃいけないかっていうと、こんな感じでですね、ちょっと斜めに入らなきゃいけないんです。なのでロンダーとバク転まではその感じでいいんだけど、バク転のこの手ついてからは起こしで斜めに入るように切り替えなきゃいけないんですよ。ここが難しい。ここが慣れていないと、シュッてこう意識を切り替える、意識とともに体を切り替えるっていうことができないので、そこでこうね、斜めに入れるように、高い宙返りを、いけるようにするための、まあ、姿勢作りっていうのを意識しましょう、切り替えましょうっていうことなんだよね。これはもう慣れるしかない。当たり前なんですけど、速い中で正確に体を動かすってめちゃくちゃ難しいじゃないですか。だけどロンダートバク転やってる時っていうのは基本的に流れが速いので、そのリズムに慣れないとやっぱ切り替えるっていうね、まあ、ダンスと一緒ですよね。シュバシュバっていう動きができないわけです。だから慣れてロンダートバク転のこの切り返しがこう上にね、跳ね返っていけるような切り返しができるように慣れていきましょうっていうことなんですね。これはもう本当に難しいです。だから自分も実はロンダートバク転からの宙返りって苦手なんですよ。どっちかというとロンダートから直接宙返りにつなげた方が自分はやりやすいし、高さも出るんですよ。だからあんまりロンダートバク転宙返りっていうのはやらないんですけど、もしロンダートバク転から宙返りをつなげたいってなったら、プロセスとしてはまずロンダートバク転を完璧にしましょう。100点じゃなくてもいいな、まあ、80点とか、ある程度足をしっかり揃えて、ある程度なんか、あ、うまいじゃんって自分の中で思えるような、ロンダートバク転を完成させてほしいんですよ。まずスピード感になれるっていうことが大事で、できるようになったらちょっとね、宙返りのその方向とかっていうのを、まあ、バク転のね、この叩きつけ起こし、この一番大事なここの瞬間ですね、これをコントロールしてみようかなっていう感じで、まあ意識を余分に割く、ベースが上手でそこに余裕があるからこそ他のところに意識を回せるじゃないですかっていう感じで、まずは基本のロンダートバク転を、あのこう点数100点満点だったら80点90点っていう風にやっていけると、まあロンダートバク転宙返りもその後こうつながるとか、上手にこう高さが出るっていうところにつながっていくんじゃないかなと思います。というわけでね、今回はちょっと短めの動画だったかもしれないんですけど、そんな感じでもしよかったら意識してみてください。以上、村田でした。バイバイ。